そういう褒める習慣をつけましょうというので1個スルメ理論。スルメ理論、スルメ理論あったなんか周りなんか微妙な名前な市販の教材で音声のスピードが本番より遅くないですか。これハローだよ、始まりました、もちゃチャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとしてですね、ポレポレさん、また違うポレポレさんじゃなくてですね、はい、あ、ポレポレさん、西さんのあれとそう、ポレポレじゃなくてもないです YouTuber の、そうだ、ポレポレさんと混ざっちゃいましたけど違います、ポレポレさんですね、はい、ポレポレです、にお越しいただきまして、本を出されたということで、はい、はいはい、こちら、ありがとうございます、ね、トイック L&R テスト戦略特急というですね、はい、特急シリーズいっぱいあるなんかですね、もうもはや色がね、うん、そう、色なくて大変でした。これ何色なんだろう紫の、なんか濃い紫みたいな熟読熟調、はい、勇者の行動ということで、うん、ドラクエになぞらえたそうゲームチックにトイックを攻略しようぜっていう感じで、まあ、勉強法と問題演習っていうところで2本立てでお送りしてます、うん、僕の名前もなんか結構出てきてるということで、そうです、森哲先生もをはじめとして僕は特急シリーズにお世話になってるので、はい、その特急シリーズの著者を賢者と見立てて、はい、賢者と見立てて賢者から教えをこうなるほど受けようと、賢術も魔法もできる、そうそうです、賢者としてここで出て、お本当だ、何箇所か付箋貼っていただきましたよ、出てきてます、はい、登場、しかしあの何も許可は取られてない確かに許可は多分あれですね、編集のS さんのおかげですね、編集の S さんからは何の連絡もおかしいな使うって言ったんだけどな、おかしい、はい、でもいいです、大丈夫、ありがとうございます、出版差し止めにならないです、あ、よかった、困る差し止めになったら困る、満点を取ったわけですね、990点で、それまでにいろいろ勉強してきたと思うんですけど、うん、その中の勉強法としてですね、うん、まあ結構いいやり方が載ってるということですね、うん、そこをちょっと紹介してもらおうかなと思うんですけど、何でしたっけ、はい、4つあるんでしたっけ、4つあります、それを4つ技とか考え方を習得しましょうっていうので提唱してるんですよ、なるほど、なんか波動拳、昇竜拳、竜巻旋風脚、もうそのそれ、はい、それ系 そんなに強い感じじゃないんですけど紹介してるんですね、でその中に地褒め法っていうのを言ってて、地褒め法、地褒め法、しょぼいポケモンみたいな違う違う、地褒めみたいな、地褒めってことじゃなくてですね、あの、まあ、自分を褒める方っていう話なんですけど、はい、これすぐに取り入れられる話で、結構やっぱ勉強して、まあ、一人で特に勉強してる方とかって自分のできないところに目がすごくいくと思うんですよ、はいはいはい、それはもちろん大事なこと、そこを見て反省をするってのはとても大事なことなんですけど、うん、やっぱり日々勉強する中で成長していくところ、うん、なんか単語覚えられたでもいいし、発音がうまくできるようになったでもいいし、うん、聞けるようになった、何でもいいと思うんですけど、その少し成長したところを自分であえて褒めてあげる、いや、こんなんできたじゃんみたいな感じで褒めてあげるっていう癖をつけると、うん、学習、一人でも学習しやすくなるよっていうのを、どうすんの、一人で、一人で、一人で鏡に向かってとか、まあ、そこまでね、録音して、録画してやったね、やったら最高です、やったら最高だと思うんですけど、まあ、ブログでも何でも、まあ、ツイッターでもいいんですけど、書きながらこういうところ成長したとかっていうのをやると、あ、なるほど、いいと思ってて、自撮りでずっと自撮りでもいいと、続いて携帯の中全部褒めてるやつそうそうそう、ある日誰かに見られて、おいこいつやべえやつだね自分のことめっちゃ褒めてるよみたいな、僕自身も2006年かなからブログやってるんですよ、はいはい、あの TOEIC に関するブログ、うん、それが原体験としてあって、ブログで自分がこういうことできるようになりましたっていうのはやっぱり積み重ねて、なるほどなるほど、でその振り返りもブログだ、まあ、ブログでも何でもいいんですけどできるじゃないですか、なるほど、でそうした時にやっぱ自分を褒めることができるので、うん、なのでそういう褒める習慣をつけましょうというので1個あのストラテジーとして、ジビエ勉強法、違います、食べるジビエじゃないです、ジボメです、ジボメ、ジボメです、はい、2つ目はこの本の一番醍醐味、醍醐味っていうか、あ、まあ、結構みんなやってることですけど、大きいゴミじゃないです、そう、醍醐味とかじゃないです、はい、じゃなくてスルメ理論、スルメ理論、スルメ理論、あったなんか、まあ、なんか微妙な名前名前つけるのがうまくない、僕ねネーミングセンスが本当にないんです、まあ、スルメってあの何度も噛めば噛むほど味が出て美味しいじゃないですか、はいはいはい、それを、まあ、トイックで使ってくださいって話なんですけど、
どういうことですか。全然つながらないです。嘘。全然これ伝わりやすい。行間ありすぎ、ありすぎですよ。評論文とかライティングで書いたらもう一貫性なしってことですぐパスです。おかしいな。結構しっくりくるやつだと思ったんですけどね。一つの問題、同じ問題の中でやっぱり学べるポイントいくつもあるんで、例えばパート5の問題であれば、うん、空欄から、まあ、品種問題だったら例えば名詞があって、それを説明する就職する形容詞があってとかっていうルールを一つ学べると思うんですよね、はいはいはい、でただそれをもっと引いた視点というかで見てあげると、例えば知らない語句は実はそのパート5の英文の中に入ってたりとかっていうので、1個の文章とか1個の素材からいろいろ学べるよねっていうので、だから何度もこう味わい尽くしてくださいっていうことを、もう結構ひたすらこの本の中では各パートでこういうところに目をつけてスルメ理論を使ってくださいみたいなことを、なるほど、いろんなことを学ぶと、一つのものから多くのことを学ぶ。そうです。ああ、それが酢飯理論です。ボケますね。スルメ理論です。スルメもういい、はいはい、3つ目ですか。3つ目な、何書いたんだっけ。自分で自分の本なのに。あとはね、幽体離脱とかね、ちょっと最近そんなタッチザタッチ、ザタッチ、ザタッチです。懐かしいな。なんでそんな幽体離脱ですね。わからない。わからない。何を表してるのかさっぱりは。字褒めはまあ多少わかりましたけど、聞いて字取りとかあるから。あ、そうですね。字褒めは推測できます。字褒めが一番わかりにくいと思って結構悩んだところなんですけどね。それが一番わかりやすい今のところ。おかしいな。幽体離脱。幽体離脱。わかりやすいと思うんですけどね。あ、待って、でもさっき言った客観視ってことですね。あっ、ね、バッチリです。バッチリです。まさにその通り。幽体離脱。悠々白書の第一話。そうでしたっけ、はい、あ、そっか、そうですね。死んだら驚いた。はい。そう、それ。問題ってこう前のめりになるっていうよりは一歩引いて、だからブログとか書いたり、ツイッターでもいいんですけど、書いたりすると、やっぱこう一歩引いて自分を観察しなきゃいけないですか、うん。過去の自分とか、自分がどう成長してきたかっていうのを一歩引いてみないといけないので、まあ、そういうことをしてあげる癖をつけようっていうので、幽体離脱っていうのも一個入れてます。だから結構客観しようぜみたいな。客観視すると何がいいんですか。やっぱり問題解いて正解見て復習してとかって言って終わるところを一歩引くことによって、なんか気づけなかったことに気づける。スルメ理論にも重なるんですけど、うん、重なってますよね。そう、空欄だけ見てるんじゃなくてちょっと引いていろいろ見てあげると、客観視してあげると、あ、この部分実は知らなかったなみたいなのが見つかるとかっていう感じですね。なるほど、はい、じゃあスルメと幽体離脱と基本的にはもう大事、まあ、つながってる、つながってます、つながってるわけですね。つながってます、うん。4つ目あったっけ。いやさっき4つ目。宝探し。宝探し、またしょぼい名前だ。すげえディスってくる。幼稚園なんか。わかりやすいって思ってつけてるんです。いや、わかりにくいのかな。わかりにくい。おかしいな。今までのところみんなクエスチョン。本当かな。宝探しはの大ヒントっていうか、うん、大元になる考え方は森哲先生からです。あ、そうなんですか。そう。はい。単語特急の中で、じゃ多動詞だったら、多動詞と目的語セットで。伝えておきましょうとかっていう風な、その組み合わせで、相性のいい組み合わせで覚えておきましょうっていう話をされているのを見て、もう普段からパート1からパート7まで英文を見てた時に、この組み合わせは自分は知らなかったからストックしておこうみたいな、語中とかになかったとしてもちゃんとこの組み合わせはなんか自分はあまり見たことない、覚えておいた方が良さそうとかと思うものをこうどんどん拾ってくる。だからもう自分にとって知らない宝を見つけに行きましょうみたいな感じで、宝探しっていう名称をつけてます、はい、知らなかったものを見つけに行く、意識的に知らないものないかなっていうアンテナを立てて宝を探しに行くっていう感じです。似てますね。じゃあ 2,3,4 は結構似た感じなんですね。そうですね。じゃあ事実上2つってことでいいですか。なんで減らそうとするんですか。事実上は2つ、減らそうとしないでください。変わってってますからね、それでね。まあ難しくなってきてるのは間違いないですよね、うん、なのでまあこっちもどんどんアップデートというかレベルアップしていかないとやっぱり厳しいかなと思います、うん、リスニングもリーディングもって感じです、はいはい、どうですか。じゃあそう、最近の傾向を見てこれやんなきゃいけないだろうな。パート2かな。パート2は気になりますね、はい、難しい応答問題は気になりますね、まあ、こう返ってくるその返事、はい、返答っていう例が、まあ、ひねくれてるというか、はいはいはい、こうパッと聞いた感じでん、これ本当に答えなのみたいなのが結構増えてきてたりとか、スピードが速いので、はいはい、何言ってたのみたいな感じで、まあっという間に終わっちゃうっていうのが、何言ってたんだろうみたいなので答えられないみたいなのがあるので、結構市販の教材ってまあ、公式問題集もそうですけど、音声のスピードが本番より遅くないですか。これ僕のなんとなくなんか僕の勝手な推測なんですけど、この本の中でもお勧めしたんですけど、はい、まあせめて 1.2 倍速とかちょっとスピードを上げて、あの市販の教材のやつをスピードを上げて聞くようにするっていうのは
大事で、それも、はいはい、アプリでねできる、そうアプリもできるし、もともと音声として用意してるんですよ 1.2 倍は、そうだね、あのそういう調整せずにいいように、うん、ある程度のスピードで聞くことを習慣化しておくことが大事だなと思ってて、ほうほうほう、早いのに慣れとくっていう、そうですね、じゃ2倍とか3倍とか、そうするともう音がぐちゃぐちゃぐちゃだったら聞き取れなくなっちゃうと思うんですけど、うん、 そうじゃなくて、まあ、1.2 倍とか 1.、まあ、せめて1.5 倍とかぐらいまでにしといて聞き取れるようにするっていうのはまあ大事な勉強の一つかなと、まあ、すごく直前だけやる人とか結構いるじゃない、はい、なんか早いのに慣れさせといて本番でゆっくりに聞こえるようにするとかっていうのはあるんですけど、はい、僕よく出す例なんですけど、高速道路に乗るじゃないですか、車に乗ると最初高速道路に乗ると、あの周りの車とか周りがすごい早く流れていくと思うんですけど、高速道路から降りて、で降りた後は結構周りがゆっくりに見える、はははは、ゆっくり聞こえるんだけど、うんうん、でもそのうちそのゆっくりにまた慣れてって、はいはい、でまた高速が上がったら高速が速くてっていう感じで、うん、結局ずっと高速に乗ってる状態をキープしておかないと、はは、習慣化しておかないと耳が鍛えられない、はははは、うん、だから直前だけ聞くんじゃなくて、早く速い音で聞くんではなくて、常に 1.2 倍速で聞くようにしておくっていうのが、はい、リーディングだとパート7は、まあ、ずっとね昔からあの最難関というか大変なパートだと思うんですけど、はい、まあ、よく言うのは普段から読むこと、はい、スコアアップを狙うならやっぱりトイックの文章がいいとは思うんですけど、うん、そうじゃなくてもいいから、とにかく普段から1時間とは言わないまでも、うん、ある程度まとまった時間英語に触れてないと、本番だけだいたいパート7って1時間ぐらいかかる、はいはい、まあ、人によって違いますけど、まあ、1時間ぐらいは大体いると思うんですけど、うん、その間ずっと読んでるっていう状況に多分ほとんどの人は耐えられてないんですよね、そもそも。そうですね、うん、だからそう考えると、やっぱり普段の練習で15分ぐらいしか読んでない人が本番だけ60分読めるようになるってすごい都合のいい話、15分から20分にしてみるとか、20分から30分にしてみるとかって、徐々にこう読む時間を増やしていって、うん、で英語になれるっていうことを増やして、なれる機会を増やしていくっていうのは結構大事かなと思って、割と学生とかにもよく言ってます。読む教材とかだったら、教材はもう本当に読むのが苦手な人はレベルがまあ分かれてるやつで、結構簡単めのやつでもいいと思っていて、で英検1級を取った時に、うん、英検1級の教材が読むのが苦痛、あのリーディングのね、はい、文章を読むのが苦痛で辛かったんですよ。でもやっぱり読む習慣は常に持っておきたいと思ってて、その時に使った教材がラダーシリーズのレベルなんだ、うん、3? なんか、はい、上級でもなく初級でもなくみたいな、多分中級ぐらいだと思うんですけど、そのレベルのひたすら1日30分とか1時間とか読んで、はいはい、自分の何だろう、読解前から理解するみたいな癖をつけていってっていうの、うん、それ内容どういうやつですか、それはね、小説なのかとか、ことわざです、ことわざと、そのことわざにまつわることが紹介されて、僕は興味が湧く分野だったんで、うん、あのそこを使ってましたね。興味って結構大事かな。ああ、うん、そうですね、うん、まあ特のなかなか読むの辛いって人もいますからね、うんうん、まあ、うちの今ねカンタロウさん、トイック900点プロジェクトやってますけど、リスニングはまあ自分の興味のあるものを聞くっていうのでやってますからね。なるほど。それだけじゃダメですけどね。そう、それだけじゃダメなんですけどね。戦略を知らないとダメですからね。ありがとうございます。ストラテジーズを知らないといけないですからね。はい、これは良かったんじゃないですかね。いろいろ得られるものがあったんじゃないですかね。この動画から皆さんも宝を探せたんじゃないでしょうか。あ、うまいこと。はい。ということですね、今回はですね、ポルポルさんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。